田辺啓司の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ、ビデオズ。田辺啓司の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓司です。今回いじるプラグインは UVI のシェードというフィルタープラグインです。まあフィルタープラグインいろいろあるんですが、オールドのアナログシンセサイザーのフィルターの部分だけを取り出したもの、様々なモジュレーションをかけられるものたくさんあると思うんですが、まあシェードは自由度の高め、 UVI のファルコンに似た使い勝手の良さで、かなりいろいろな使い方ができると思います。いじってみたいと思います。はい、それでは UVI シェードをいじってみたいと思います。 UVI シェードは、たくさんのねこうフィルターを持つフィルターのプラグインというかなんですが、ここはまあちょっと他のフィルターのプラグインとは違いまして、まあ普通にですね、例えばまあこういうふうにレゾナントフィルターとかね、これできるんですけど、まあこうプリセットをたくさん持っていまして、すごく不思議な、モジュレーションのかかったフィルターのモジュレーションかかったものが再現できます。まあこれ使うにはマスタートラックにインサートしたり、各トラックにはインサートできたりするんですが、まずじゃあそうですね、プリセットを聞いてみましょう。このような素材があります。はい、じゃあプリセット、じゃあ最初のこのやつですね。はい、こんな感じに多彩なプリセットがこう入ってまして、もう一瞬でかけただけでね、特徴のあるサウンドになるんですが、じゃあこれをどう音をね作っていくかってことなんですけど、そもそもこの、UVI シェードの元になるというか基本概念というか理念が、同社のこのファルコンにはあるんですよね。ファルコンと大体同じ使い方が一緒で、例えばファルコンとかだと、まあこう、まあ、シンセの作るときに、まあ今はい、こんな感じになりますよね。普通にアナログね、バーチャル、アナログの、波形、ノコギリの波形。これを、例えば、ですね、フィルターかける、で、であれば、まあ、フィルターを、こう持ってきて、よいしょ。はい、じゃあこれをフィルターかけるときに、じゃあフィルターエンベロープどうするかというと、フィルターエンベロープないのをこの、カットオフフリケージのとこで右クリックしてあげると、アドモジュレーションで、例えばまあこうやると、まああっという間に、はい、フィルターエンベローブをね作ることができるんですね。この基本概念がこのシェードも同じです。すべて大体、何をモジュレーションさせたいかを右クリックでやるという感じですね。じゃあ一度クリックして、まあシンプルに、例えばじゃあ、ローパスフィルターね、レゾナントローパスフィルターをこうやりますと、はい、これを例えばさっきのような感じに、するとして、まあじゃあシンプルに LA4 で、あ、エンベロープでいきましょうかね。エンベロープフィルダー、はい、こんな感じにフィルターエンベロープでによってモジュレーションかける。ね、こんな感じシンプルに、使えますと。はい、でまあ他のもまあこうね、こういうねレゾナントね、ハイパスとかローパスとかピッチとかフェーザーとかあるんですが、じゃあ例えば、これを今度は、カットフリーケンシーを単純に LF4 でやる、まあこんな感じで、で、テンポ同期させる。で、さらにこの面白いのは、このレート、
レイトをもっとランダムに動かしたりとかっていうのもできて、例えばそうですね、これだとこのランダムとかで、このかけるその幅はここの、L とかね、こうなって R ね、この R ここと同じですよね、 LL ここをドラッグしてやるとこの幅が、はい、こんな感じになると、まあ全てのものがモジュレーションできる、かけられると、そういう感じなんですよね。はい、でまあこの今これまあ6パスフィルター動かしてますけど、面白い使い方としては、例えばこのスペシャルでゲイン、まあこれゲインですよね、まあこれ、はい、これは単純なゲインなんですが、これを例えば LA4 にしといて波形をこうアップする、何ですかね、これノコギリ波にしとくと、でこれを4分の1とかにしてあげると、はい、こういうサイドチェーンのダッキングみたいな、はい、じゃあこれを今度例えばこうやりつつの、例えばスプレッドと使ってあげると、このスプレッドっていうのはこう LR にこうまあ触れるやつなんですけど、今 100% でこれ 0% にして、これを今度 LFO で動かそう、そうしてあげるとサイドチェーンにしたものを今度オートバン、こんな感じのこともできますと。まあつまりフィルターのエフェクトプラグインなんですけど、ありとあらゆるものをモジュレーションできるので、既存のエフェクターね、まあエフェクトプラグインとの使い方をそのままできるし、さらにまた突っ込んだエフェクトがかけられると。もうこれね、だからもう考えられることは全てねできるというね、プラグインなんですが、まあこの動かし方、まあこう今自発的にね動いてますけど、オーディオに対して動いてますけど、はい、当然ミディでのコントロールができますと、こんな感じですね、ミディだったりね、こんな感じにできるので、今までありそうでなかったプラグインと言えるかもしれません。今ほんの一例を、挙げてみましたが、もちろんもっとすごい複雑なねこともできますし、このフェイザーを、クラシックフェイザーですね、まあ単純にこのフリーケンシーを、じゃあ例えば XY なんで、これをじゃあどうするかと、これ今 XY これねやっただけじゃダメなんですよ。ここの XY をそれぞれ LA4 を L4 ってやってあげると、はい、このような感じに、ね、面白い動きが、有機的な動きを作ることができますと。まあね、ここにあるね、ものをね、いろいろ使っていくと、本当に既存のエフェクトではできなかったこと、ダイナミックなね、動きをすることができます。さて、いかがだったでしょうか ?UVI シェード。いろいろな、ね、使い方、ダイナミック EQ とか、オートパンナーとか、まあ、不思議なね、エフェクト、トリッキーなエフェクト。ね。まあ、これ、すごいアイデア次第ではかなりいろんなことができるプラグインなので、まあ、できないことがないぐらいのね、モジュレーションの豊富さでした。これもっとね使いこなしてみたいと思います。それでは。